はい、YouTube ご覧の皆様こんにちは、ハンドフルート教室代表主催の松田と申します。よろしくお願いします。今日はですね、ハンドフルートを自宅の教室ではなく、今日は、カルチャースクールのですね、キャッスル校から、お送りしたいと思います。キャッスルで私のハンドフルート講座で生徒さんに教えております。今日は生徒さん2人なんですが、1人お休みでですね、たったお一人だけの指導という形になりますけども、どんなふうな指導をしているのかを皆さんに動画を通じてご説明したいと思います。まずこの教室なんですが、他のバイオリンですとかですね、普通のフルート教室、バイオリン教室等で使っている音楽教室になりますのでね、ちょっと皆様に前景をお見せいたします。正面がまずホワイトボードですね。こちらが入り口側ですね。私と生徒さんの椅子を用意しております。そしてピアノですね、縦型のピアノを置いています。私も生徒さん指導するときに使うんですけどね、例えばまあ、譜面立て等がありましてですね、こういうふうな形になります。はい。
するんだよ。やっぱね、まず服、その服量である程度の俺身まで渡せるってことなんでね、まずそれで練習して、その後は次にこう手のこう形を変えていくと、中の空洞を変えていくってことなんですよね。
安定して、声帯のサウンドと同じですよね、自分自身で、その音程を作り出す、ことそのものが、大変なわけですよね、ここに、ハンドフルートの楽しさというものが あると思います。体が楽器になる、体で作り出す音ですのでね、それは、自然界の、単なる耳で聞くという音ではなく、心に響いてくる音だと私は思っております。また機会がありましたら、今度は、お二人になるか三人になるか分かりませんけどもね、また動画を撮って、皆さんにご覧に入れようかなと考えております。今日はいろいろありがとうございました。またよろしくお願いいたします。